何の用だ。お前と会うのは日に一度きり、晩餐を共にする時だけだと言ったはずだ。部屋も召使いも本も、この城にあるものは全て好きにしていい。それだけでは何か不自由が。お前が望むなら何でも与えよう。ただし約束の通り、生涯この城を出ることは許さん。分かったら立ち去れ。これ以上俺に口答えをするな。それでいい。傷つきたくなくば、この野獣にいらぬ親切心など起こさぬことだ。この通り名が表すように、俺の心にはどう猛な獣の冷たい血が流れているのだから。なのになぜこうも胸が痛むのか。どこにいる娘、聞こえているのなら俺の声に応えろ。まさかこんな時間に城を抜け出したのか。夜の森は危険すぎる。飢えた狼たちが獲物を狙っているというのに。こんなところにいたのか。今何時だと思っている。晩餐の時間はとうに過ぎているぞ。この本の山、時間が過ぎるのも忘れてここで読みふけっていたというのか。確かに俺の与えたものだが、姿が見えなければどこぞへ迷い込んだかと勘違いするだろう。とにかく約束は違えるな。俺が言いたいのはそれだけだ。お前がこの城を立ってから、ひとときたりとも恋しく思わぬことはなかった。悲しみが胸を貫き、身が引き裂かれるような真の孤独に舞を苛まれた。ありがとう、戻ってきてくれて。そして何よりも、こんな俺を愛してくれたことに感謝したい。勇気あるお前の行動が、俺の心を熱く覆っていた獣の皮に触れ、優しく解き放ってくれた。もう孤独にしがみつき、他人を遠ざけはしない。お前と俺を真実の愛で結びつけてくれた、このバラに誓って。これからは、すべての喜びを分かち合いながら、生きていきたいんだ。未来永劫お前と共に。